ちはここ地元光が丘で結成して今年で13年目を迎えます。昨日は光が丘地区連合協議会賞という素晴らしい賞をいただくことができました。本当にありがとうございます。それも支えてくれた地元の皆様や先生のおかげだと思っております。本当にありがとうございます。その名に恥じぬよう精一杯頑張っていきたいと思いますので、皆さん温かいご声援よろしくお願いします。それでは我々の演舞が皆様の心に響きますように、よろしくお願いします。2018暁構え。土佐の高知の播磨山で盆山かんざし顔を見た。よさこいよさこい。
場の皆様に心を込めてありがとうございました。ありがとうございました。はありがとうございました。ありがとうございました。響きの皆さんでした。